本格ミステリーからラブコメディーまで多彩なラインナップの夏ドラマ。すでに佳境に差し掛かり、それぞれのストーリーがどんな結末を迎えるか見逃せない。さらに今期は、旧ジャニーズタレントたちが多くの作品に出演しているのも注目だ。そこで本誌では2024年夏ドラマの、演技下手だと思う旧ジャニー俳優、というアンケートを実施。気になるその結果は、全順位あり、 2024夏ドラマ、で演技が下手だと思う旧ジャニ俳優ランキング。第3位二宮和也、嵐、ブラックペアンシーズン2、TBSK。ヒットドラマの続編ブラックペアンシーズン2で、悪魔と呼ばれる天才医師を演じている二宮和也が3位に。手術で嫉妬するかどうか、患者とのギャンブルで決めるという突拍子もない人物だからか。 本人のイメージに合っていないな60代女性サービス業作っている感が出ている30代女性医師医療関係者スーパードクターには見えない30代女性パートアルバイトという意見がまた生きがっているように見える50代女性会社員偉そう40代女性会社員というコメントもあり演じている役柄への嫌悪感が そのまま二宮への評価につながっているようにも思える。癖のあるキャラクターを演じる上で、視聴者の反感を買うことは避けられないのかもしれない。第2位渡辺翔太、スノーマン、青島くんは意地悪、テレビ朝日系。渡辺翔太がドラマ、沈太郎くんは意地悪で演じているのはイケメンでモテモテながら恋愛に興味がないという、絶食系男子。演技がぎこちない、60代女性。 専業主婦、セリフを言わされてる感がある、50代女性、専業主婦、表現力があまりない、40代女性、会社員、という指摘が。実は渡辺はドラマへのレギュラー出演が少なく、本格的な演技経験が浅いのだ。さらに数々のインタビューで、女性や恋愛への苦手意識を公言しているので、本作のような王道ラブコメディーは、なかなかハマらないのだろう。また、 漫画とイメージが違う、50代女性、パートアルバイト、原作が好きで期待感を持っていたからか、棒読み感が強い、40代女性、無職、と、人気漫画の実写化ゆえの批評もあった。第1位桜井翔、嵐、笑う的漁師家、t b s 系笑う的漁師家で桜井翔が演じているのは、未来の総理大臣候補と呼ばれる若手政治家。 クリーンで完璧なイメージながら、実は腹の底が読めない人物として描かれており、抑揚のないセリフ回しが多い。そのためか、セリフに感情がない、60代女性、専業主婦、演技というより台本を読んでいるだけ、60代女性、専業主婦、と、棒読みしているように感じられるのだろう。また、劇中で桜井が関わるのが演技派俳優ぞろいなので、 周りがうまいだけに浮いてしまっている40代女性、会社員という指摘もあった。さらに司会のイメージが強く役者として見られない50代女性、無職、ニュースキャスター向きだと思う50代女性、会社員と桜井の強みであるキャスターや MC としての活躍も俳優としては雑音になってしまうようだ。 多くの俳優がしのぎを削っている夏ドラマ、クライマックスの展開はもちろん、俳優たちの演技にも着目して結末を見届けたい。